はい、こんにちは。今回はね、こちらの方に参りたいと思います。これは日産の、シルビアでございますね。で、これは、説明で解説させていただきますと、昭和40年、1965年に登場した初代シルビアは、ツーダウクーペでありながら、走行性能の高さはもちろん、内外装の作り込みでも丁寧に行い、一種の工芸品としての価値も追求されたスペシャルティーカーの先駆け的存在である。昭和37年、1962年、日産は2代目フェアリディ、初代は一種を国内で本格的に発売。昭和40年にはセドリックが2代目に一見され、 V 型蓄動エンジンを積んだプレジデントが導入されたと。シルビアのデビューは、こうして押し寄せるモータリゼーションの波の中で、シム性の強い車を自由にさせるチャレンジでもあったのだ。で、シルビアのボディサイズは全長が3985メートル、正幅は1510メートルと2代目ブルーバードとほぼ同じであったが、注目は外見のデザインであった。フェンダーやピラーを鋭くカットした車体は、フロントフェンダーからドアパネル、リアフェンダーにかけて一直線のラインが追加している。また、クリスプカットと呼ばれる内部的基礎形としたような垂れ目のないボディパネルには、複雑に曲面に総合される今日のクーペイとは違う美しさが、4灯式ヘッドランプを備えたフロントマスクもボディサイドの同様に純黒型で、使用のラジエーターグリルはアルミ材を削り出して形成されており、ボディのほとんどが手作りであったんですね。で、内装は3本スポークにメッキ塗装を施し、クリップ部分にウィット製のスターリングホイールを設備、インパネルは水平形状で、右側には大型のタコメーター、左側には同サイズのスピードメーター、中央には時計が配置され、それぞれメッキングルが設備された。本革シートの内装も上新で、バケット風の形状ながらリクライニング機能を備えている。ただし、リアシートは相変わらず上位射程は2メーターだったんですね。で、突出したスペシャルティーカーであるために、複数のグレードが用意されず、発売時の車両価格は119万1000円は、同年に発売された直列6気筒エンジンを搭載するセドリックカスタム6の100万7000円、トヨタスポーツ800の59万5000円と比較しても相当な高額車だった。そのため、販売台数は振るわなかったが、その美しいデザインは現在でも、まあ、高い評価を受けているということなんですね。で、これが1種類しか、希少なんですね。1種類しかグレードがなくて、ツーダークーペイとなりまして、119万1000円です。えら高い車かということですね。だって、まあ、先ほども言いましたように、トヨタスポーツ800が59万5000円。トヨタの、トヨタのじゃない、日産のセドリックカスタム6が、100万7000円でございますから。セドリックの高級車ですら100万7000円。その価格をさらに上回ってしまうんですから、119万1000円ですからね。ということは、いかに超高級車であったかということですね。だから、ね、今で言うと、まあ、なんだろうな、今で言うところ、例えばトヨタで言うところのソアラとか、日産で言うところのレパードとか、まあ、ああいった感じの超高級車と言ってももう過言ではないかなと思うんですよね。で、ただ値段が高すぎるから、デザインは良かったんですけど、値段があまりにも超高級車だったんで、まあ、売れなかったんですね。で、これは、車両型式が CSP311 という型式しかありません。1種類しかないんですね、これね。で、発売期間が昭和40年の4月から昭和43年の6月。で、全体的な生産台数というのがめちゃくちゃ希少でして、554台しかないんですね。当時で554台しか生産をされていないということは、今この初代のシルビアの実車を持ってる人がいたって言ったら相当貴重車ですね。もうプレミアム価格がどん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 ついてくるというね。だからミニカーに対しても実車に対してもそうなんだけど、生産台数が少ないやつってのはすごい勝つんだよね、正直ね。最初買う時にね、非常に勇気がいるんですが、まあ最初買う時、まあ、値段高めですから、そこのところに勇気があるんだけども、まあ、値段高めのやつを買っておくと、あとあとすごいさらに上の値段に行ってますます高くなってしまうというね、ものでして、まあ、このミニカーとしても、あれなんですね。こう、コナミ、珍しいんですね。コナミっていうのゲーム会社のね、頑張れゴエモンとか昔ありましたけど、ああいうコナミのね、パープロくんとかありましたね。コナミのゲーム会社が、まあ一時期ミニカーというのを作ろうということで作ってたことがありまして。で、それで、そのコナミにしかない、車種。だからよく許可を取り付けたなと思うんだけど、日産のシルビア。しかも初代ですからね。
初代でしかも生産台数がたった554台しかないという。しかもエンジンも CSP311 で、グレードもツーダークーペしかないというね。エンジンも一つならばグレードも一つしかありませんみたいな。真実は一つじゃないですけどね。もう真実一台の車ですよ。そうすると、それによく許可を取り付けることができたらと思ってびっくりするんですけどね。さすがにもうこのデザインを担当した人はもう生きてないかもしれないですね。もしかしたらね。もうお亡くなりになってるかもしれないんだけども。まあなかなかの素晴らしい車ですよ。これを実車に持ってる人がいたら相当珍しいですよ。で、このホイールなんかもね、市場に今にないホイールですよね。こういうのもなかなか素敵な感じでいいですしね。これはなかなか珍しい車ですよ。ミニカーでしてもなかなかこれ出てこないですよ。だからあんまり、そうだね、今の人たち、特にも自分たちの若い人たちっていうのは、若い人たちが子供っていうのは、シルビアの初代があったっていう、で、初代がめちゃくちゃレアな車だったっていうことは知らないかもしれないですね。シルビアって同時にね、イニシャル D が出た S13 とか S14 とかね、まああれの方を思い浮かべると思うので、それ以前にシルビアがあったっていうこと、存在すら 知らないって人が多いかもしれないですね。年代がちょい上になってきても、例えば、あれですよね、西部警察なんかで出てた、シルビア、まあ、ガゼールですね、石原裕次郎が乗りましてた、ガゼールの方のシルビア、S13 型かな。だから S113 型だと思ったな、とか、あれのくらいのシルビアをイメージすると思うんですが、それ以前のシルビアがあったっていうことは、今となっては希少車だし、知ってる人もあんまり少ないんじゃないかなというふうに思います。ただ、本当に美しいデザインと言われるだけあって、本当に美しい、デザインですね。こういう車は今後許可を受けてまた再度作りますかって言うと、それは他のメーカーがね、また作るかって言ったら、多分ありえなくはないのかもわかんないけど、でもほとんどは難しいでしょうね。もともともう生産台数が少ないという、あまり知られてない車ですからね。だから、まあ、こういうのがまたミニカー化なされるかってことはほとんどないかなと思います。そういう車もね、ある意味、あえてそういう車を狙って集めてみるっていうのも、これはお目が高いですよ。何しろ生産台数が少なくて、少ないってことは、あんまり知られてないってことですからね。それをミニカー化されてるなんて話があったらね、もう飛びついた方がいいと思います。で、こういうふうに、なっていってね、なかなかいいなって感じです。ただちょっと長年ね、ちょっと保管してて、で、私の保管場所だったのがちょっと日当たりがあんまり良くなくてね、で、ジメジメしてて、しかもまあコンクリートのところの、倉庫ですから、まあ、あれなんですよね、ちょっとサビとかそういう塗装の問題がね、剥がれ落ちてしまうというところがあってしまうんですけども、まあ、そういうところでこう保管するっていうのはね、ちょっとまあ厳しいっちゃ厳しい状況の中で保管されてるんだけども、まあなかなかいい感じのね、車ではあるなっていう感じです。まあこう、この方のシルビアも、まあ、嫌いではない、好きなシルビアだなっていうふうに思いますね。というわけでどうもありがとうございました。